チョウチンアンコウは暗光目アン暗ウ下ンンに属する魚類の一種。丸みを帯びた体型と餌を誘うために用いられる頭部の誘引突起を特徴とし深海魚として比較的よく知られた存在である。主に大西洋の深海に分布しカリブ海などの熱帯域からグリーンランドアイスランドのような極限付近までの広範囲に生息する。太平洋。 インド洋からの記録もあるものの、その数は非常に少ない。生息推進ははっきりしていないが、熱帯、亜熱帯域の中層から捕獲されることが多い。一方で、大型の個体はより北方の海域から、底引き毛によって、または漂着個体として得られる傾向がある。およそ160種が含まれる、超鎮コウ類の中で最初に記載された種が本種である。 基準標本は1833年にグリーンランドの海岸に打ち上げられた漂着個体であるが、海鳥による食害を受けたため保存状態は非常に悪く、現存しているのは有因突起の一部のみである。以降、2009年までに143個体が標本として記録されているが、これは火全体について得られた全標本のうちの3分の1を超える数であり、 超鎮暗光科の中で最もよく研究された種となっている。1967年2月、鎌倉の海岸に打ち上げられた超鎮暗光が江ノ島水族館で8日間飼育観察された際に、誘引突起から発光液を噴出する様子が世界で初めて観察された。1回に吹き出された発光液は海水中において、 巨体とほぼ同等の範囲に広がる程度の量であったという。また、その発酵は海水中に噴き出された後には徐々に弱まり、ついには昇降したと報じられている。発酵液の放出には獲物を捕食する際に相手の目をくらますなどの効果があるのではないかと推定されている。上記の鎌倉さんの個体の死後、その主発酵器内部から得た組織を分離源として、 行われた培養試験において発酵バクテリアが分離、培養されていないところから本種の発酵は自身で生産した発酵物質によるものであり、発酵バクテリアの強制によるものではないと見られていた。しかし、後に本種の発酵は難培養性の強制ビブリオ属細菌によるものであることが明らかにされている。なお、蒸気の個体は死後に 液史標本とされ、現在では新江ノ島水族館で展示されている。1887年に描かれた、ア鎮コウの骨格図ア鎮コウは丸みを帯びた体型をしており、体表は小さなイボ状突起によって覆われる。体色は灰色ないし黒褐色で、これまでに得られたメスの体長は3.2から46.5センチメートルの範囲であった。背びれ、尻びれ、 胸なびれの比例上数は、それぞれ5本、4本、14から18本。誘引突起は背びれが1トゲが変形したもので、本科の場合、その長さは、体長の半分程度であることが多い。誘引突起の先端には、防流した疑似状態と、そこから分岐した10本の被弁がある。疑似状態の形態と、体長と比較した被弁の長さの割合が、 超鎮暗光化の他の仲間から本種を識別するための重要な形質となっている。太平洋を主な生息域とするエイジスギーミアスとは特に形態が類似しているため、小型の個体では区別が難しい。オスはメスよりも極端に小さいワイユーであるが、体長は4センチメートル近くに達し、メスへの寄生をしない自由生活性のワイユーとしては最も大きく成長する。 超鎮暗光化に属する種のオスは、形態学的な特徴に乏しく、これまでに本種のオスとして確実に同定された個体は記録されていない。これらのオス個体群はいくつかのグループとして分類されており、本種は H、ブレビロオストリスグループに含まれると見られている。ありがとうございます。